第2回特急。あ、やめろみんなの電車を紹介するよ。やめろ。古っ。これは何かな。今日はあのレッドストーンシリーズ第2弾。レッドストーン、レッドアリーマーですね。違うのかよ。まずあの、まずは昨日紹介しなかった、おい昨日紹介しなかったあの、うん、特別なあの特別あの昨日紹介しなかったあのレッドストーン信号を送るアイテム、うん、送るアイテム、はいはいはい。おコンパなんとかな。いやコンパレータは、うん、まあコンパレータもそうだけど違うか。これは石ころですね。何でもいいの。うん、ここのブロックは何でもいい。 TNT の場合は爆発する。ここにトリップワイヤーフック、うん、トリップワイヤーフックでもう片方にもトリップワイヤーフック、真ん中に糸で。糸？何これ。糸？ここをこうやると、ほら、これで実は糸がある。これで実は信号が送られてるんだよね。試しにあのちょっと待ってて。なんだよこの複雑さは。昨日なんか言わせれたけど、このレッドストーンランプもあのレッドストーンで、あのレッドストーン信号でつくもの。あのレッドス、あの明かりがつく。こうやって信号が送られるんで、ね。どこから信号が送られてるの？反対側から。これがこうやってカチッ、ここに糸あるの見える？糸に引っかかってるってこと？うん、糸にこうやって引っかかってると。こけてるのか。こうやって引っかかると。今の人誰？こんな感じで。え、じゃあそこもそっちに進めないの？突破はできるの？踏んでるってこと？糸？うん。踏んで、まあ、つまり簡単に表すとこんな感じで、こんな感じ。ただ、ただ最低限悲しいのは、うん、ここ通れば無力という。うん、この端っこ、あれか。このフックのところをこうやって、フックは認識しないの。フックのところをこうやって通れば、いけちゃうところが弱点。それネタバレするとそこ透けて逃げてっちゃうやつだな。うん。で、もう一個、トラップチェスト。あれを踏んだやつによって、TNT が爆破するっていうのもできそう。うん。で、これはもっとトラップに適している。何？トラップチェスト。トラップチェスト、そのまんまだね。あの、これは、早すぎて。あの、狭い、範囲は狭いんだけど。範囲は狭いけど。あの、試しにちょっと、開けると TNT が爆発、あの、後ろにある TNT が爆発する仕組みにするよ。なんか、本当だ。こんな感じ、トラップチェストを開けるとレッドストーン信号を送る装置。でもさ、後ろに置いてあったらバレるよね。うん。ただ地中でも機能する。あ、地中か。例えばこんな感じ、こんな感じで置いてあるじゃん。うん。それの方がいい。あ、でもちょっと。ほら、着火した。本当だ。油断してると気づかないね。うん。ただちょっと悲しいところは、うん、これまた少しちょっとチェストと見た目が違うんで。チェストと違う。うん。こっちがトラップチェスト。はいはいはい。で、こっちが普通のチェスト。見分けがつかん。あの、このさ、開けるところさ、微妙にこっちの方が赤いじゃん。赤い？うん。赤い？ほら、周りが？ここ。うん、周りが少しだけ赤くない？ああ、ちょっともう一個見せて。こっちが普通のチェスト。違う？あの、このさ、もうちょっとさ、同時に映らない？これ。これで OK。そうそうそう、ああ、色が違う。でしょ？赤い。こうした方がいいよ。で、こっちがトラップチェスト。片方見てるとわからん。はいはい。赤い方がトラップ。うん、ちなみにトラップチェストは1マス離れたところでも大丈夫。1マス離れても OK。 そこにじゃあブロック、うん、あ、間違えた、1マス下でも大丈夫。間に何かあっても、うん、例えばあのこんな感じで今チチュンキンってやるでしょ、うん、で埋めた、あ、間違えた、ここにトラップチェスト、うん、ほらジューって音するじゃん。そうなの。爆破。あ、本当だ。あれ、なんか瞬間的に言っちゃったね。うん。で、これまた結構特殊、オブザーバー。オブザーバー、あの、次はなんか、なんだ、あの、TNT を着火してみるよ。ただ、このまんまじゃ着火はしないんだよね。おオブザーバーは、こっち側なんか目みたいなのがある、うん、あの、口みたいな、なんかさ、こういう顔みたいな面があるじゃん。うん、こっち側に何かブロック置くと
なんで？あのこれはブロックの変化を感じ取って一瞬だけレッドストーン信号を送られる。ブロックの変化か。うん。一瞬であれを点火しちゃうからそうなってるよね。うん。あれ？人が通過しただけじゃダメ？うん。なんか物が置かれたりとかいうこと？うん。他には物が壊されたり。あ、壊してもいいんだ。うん。例えばあの。そっかそっか。そこに横になんか。あと鳥にトロトロのとこだったってあった。あの。一瞬しか送られないから、うん、あのこの後この砂を壊すとあの TNT 着火する。見せてよ。ほら、あ、本当だ。こういう仕組みも作れる。へえ、それは知らなかったな。で次は日照センサー。これまた結構日照センサー、明るさね、太陽とかの、うん、これはもう送られてんの？うん、ほらもう送られてる。赤いよね。うん、煙が出てる。ここに手を置くと、あ、本当だ。ドア、はあ、暗い時はじゃあ行かないってこと？うん、ただそれも対策があるんですよね。対策？ここでね、あの左押すと、うん、ん？左？青くなったじゃん。うん、これは暗い、逆に明るいとあのなんか作動しなくて、うん、あのレッドストーン信号が送られなくて、ちょっとコマンドで夜にしてみるけど。お、コマンドで夜ね。ほら、で暗くなるとこうやって、本当だ、暗くなるとこう着火すると、うん、レッドストーン信号が送られる。いやー、深いな深いな深いな、マイクラ深い。で次ただの四角い箱かと思ってたよ、ずっと10年間え？マイクラ10周年だよね、もう。うん、マジか。次はただ石ころでなんか作ってるだけかと思ったよ。いつの間にこんな難しくなってる。で次はあのこれまた少し特殊なレッドストーン反復装置、かっこリピーター、レッドストーンコンパレーター。うん、まず反復装置は2つ使い道があって、2つ使い道がある。1つ目はあの遅延。遅延遅延遅延か。 TNT ってのもこの仕組みで動いてる。こうやってあのどのくらい遅らせるかってこと？うん、段階があるの？あのこれが0秒。0秒ってことは遅延なしってこと？うん、こんな感じでクリックすることでこうやって遅延させられる。ちなみにレッドストーンリピーターにもあの向きがある。はい、例えばあの自分がこういる場合、うん、あのこうやって動く棒が動く棒が自分の方に来ないと、来てると正常な向き。要するに流れる方向に、うん、流れる方向、例えばあのこっち側から送ってもほら何も変化ないじゃん。あ、そっちから行かないと。うん、ただこっちからやると、こっちからやるとこんな感じで送られる。あー、うん、向きがない。そう、どっちでも行くわけじゃないんだ。うん、ダイオードみたいだね。でもう、でリピーターのもう一個の使い道はあの、ま、レッドストーンを長く持たせる。あの長く持たせる。前回言ったようにさ、うん、あのレッドストーンは一定の距離までしかさ、はい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 、持たないって言ったじゃん。あ、言った言った言った。ずっと先行くと血が鈍ってっちゃう。こんな感じでさ、うん、あの鈍ってるじゃん。鈍ってる。ただここにあの遅延ゼロの状態で置くと、ほら本当だ、新品の状態になる。どういう効果なんだろうね。まあそういう効果なのか。うん、じゃあもう持たないところまで来た時に、そのさっきの遅延装置を、そう、このリピーターを0秒でセットね。うん、あの遅延させると、あれ遅延させるとダメ、これ。まあダメと言うこともないけど、遅延させても色は変わんない。うん、そっか。あの遅延させても色は変わる。色変わったんじゃない？変わってねえ。うん、これが遅延してる、してない状態、うん、してんした状態。ああ、そうか、変わってない。変わってないか。でもう一個、これまた結構特殊なレッドストーンコンパレーター。さっきとは違うやつ。あ、なんか違うこと、うん、あ、もういける。あのここはポチッと押すとこんな感じで、一番上のところがこうやって、うん、これも向きあり。うん、そうだよ。あ、奥が深い。 でこれはこんな感じで、ここにブロックあるじゃん。どこ？ここ。ああ、それね。うん、同じ色でよく分からなかった。砂、
まあ、砂じゃなくてもいいんだけど、そしたらこの額縁をここに置いて、うん、額縁、あの額縁、ちょっと上から、あのこれはちょっと試しに、あの、うん、現金爆発する仕組みにするよ。うん、現金爆発、お、やばい、あー、吹っ飛んだ。あのこれは額縁とかが、あのカチッて動くのを感知して、うん、あのオブザーバーとはまた違うんだよね。あのここが、あのこの2つが光ってると、あの信号が送られてる合図なんだよね。ただこれも結構短い距離だから、うん、てかこれめちゃくちゃ短い距離だから、うん、トラップテストと同じくらいかもしれない。あ、ここに置くことで、あの生存する。うん、でもう一個の使い方は、これはなんかあんま使われないんだけど、うん、クロック回路にも使える。クロック、クロック回路、クロック回路は、あの連続でなんかカチ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 ってやるやつ、これで一応クロック回路だったんですよ。マジで、こんな感じでチカチカ鳴ってるじゃん、うん、これはずっと繰り返してるの。うん、あの例えばちょっとピストンがガチャガチャ動く仕組みにしてみるよ。うん、マジで、なんかすごい。ちょっと待って、もうちょっと見せてよ。動くのが早い。そう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 。お、動くのが早い。これガチャガチャ。すごいじゃん。こうやってクロック。何使うか分かんないんだけど。あのそれで、あのここを。どうしてこれがこうなってるの？ここをあの切ると。うん、切ると。あの一回切りになる。信号一回につき一回の信号。ただここをオンにするとガチャ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 。今斜めなのに動いちゃう。うまいことやります。これはまあいい、いい、いい。まあこの辺で。あ、いや、もっと知りたい。何回それやんの？これが第2回か。次は、次の予告はなんかないの？次何？次回。機動戦士。次へー。違う。君は時の涙を見た。違う。次回は、次回はみんなの電車を紹介するよ。違う、レールとピストンと吸着ピストン。レール、加速レール、加速レールか、加速レール、感知レール、あんな、こんないっぱいあんだな。ピストン、吸着ピストン、こんなにあったっけ。